ソロアーティストのノア、ノア24が13日、都内で、セカンドアルバム、プライマリーカラーズのリリース決定記念&プレミアムバースデーイベントを開催。自身の誕生日に、同作収録の新曲3曲を含む4曲を、パフォーマンスし、ファンとの交流を楽しんだ。ノアは、12歳の時に、滞在先の韓国の美容院でスカウトされ、韓国大手事務所 YG エンターテインメントのオーディションに合格。日本人初の練習生として韓国で6年間生活し、2018年に帰国。帰国後は自身で作曲、作詞、ダンスの振り付けを手掛けるなど、トリリンガルソロアーティストとして活躍。2022年10月期の火曜ドラマ君の花になる初の期間限定ボーイズグループ8ルームブルームのメンバーとしても活動し、23年2月にファーストアルバムナンバー A をリリースした。この日のイベントでは冒頭から新曲グミアボムユーブビーンオンマイマインド0時2分 You&I を立て続けに世界初披露。自身の誕生日当日にもかかわらず、アルバムの早期予約キャンペーンの当選者250人に冒頭からサプライズを仕掛け、熱狂を巻き起こした。パフォーマンス後にはこの3曲がセカンドアルバムプライマリーカラーズに収録されることが明かされ、ノアは各曲に込めた思いを語っていった。